はようございます。おはようございます。まーちゃん、朝からメイティエセンターのパターン制作を頑張ってるので、ちょっと記録してます。今さっきこうできたのを見せてもらったんですけど、もうかなり、すごいもう終盤っていう感じで、あの完成に近づいてます。だいぶ近づいてきた ね。計算が大変そう。大変。あ、なんとここ足してないからか。あ、分かった。なんかおかしいぞ、計算が合わないぞと思ってた理由が分かりました。よかった。そう、実は結構ね、いっぱい計算しないといけないんだよね、編み物をやるとき。特にサイズ展開、今回4サイズあるんですけど、オーバーサイズのねセーターだけど、一応4サイズ、もう体型がちっちゃい方向けと、もうすごく大きい方向け、もう 6X くらいの人までが着れるサイズを作ってるんだけど、その時の糸の量とかの計算、で今回引き揃えで編んでるから、引き揃えてどこ、引き揃えて何本か合わせて、1本じゃなくて2本取り3本取りって言ったりするやん、2本の時は2本の糸引き揃えて編んでるみたいな、引き揃えって言ったりするねんか。でそういうのをやってるから、しかも糸によってそのグラムあたりのメートル数って違うやん、だからこの糸はこのセーター編むのに何メートル何グラム必要、でこの糸は何グラム何メートル必要だよっていうのを、それぞれの糸でそれぞれのサイズで指定しなきゃいけないから、だから計算が大変やね。だからもうこんなノートぐちゃぐちゃなわけ。そう、そういうのを今やっておるわけでございます。それが結構大変なんです。この作業を通さないとやっぱりね、適当に編んでよみたいな風にできひんやん。やっぱどれくらいこのセーターを編むのにお金がかかるのかなっていうのは、あらかじめ分かっといて、どれくらいの糸が必要なのかっていうの分からないとさ、糸買いよう、ね、確かにどれくらい買えばいいのってなるような、っていうことなんですわ。まあでも私ほら全部さ、あれやからさ、独学でさパターン書いてるから、これがで合ってんのかなとかっていうのは全然ちょっと分かんないんやけど、でもそれで実際な1回リリースしてるからさ、そうだね、いいと思う、しかも読みやすいって好評やん、そういう風に言ってもらえた、そう、多分そういう仕事を普段してる人から言われてるから、だいぶ良かったのかなとは思ってるんだけどね、何もかも勉強だよね、じゃあ残る作業はそのサイズとかの長さとかの、なんていうの、計算、が終わればもう完成、あとカラーパターンか、そうだね、一応カラーバリエーション、こういうのこの色の組み合わせでやると可愛いよみたいなのはつけようかなと思ってる、せっかくねそのブランドの糸を使わせてもらったから、そのブランドさんのこの色合わせも可愛いよっていうのはちょっとつけたいなと思っているところでございます。でもそれくらいやんな。それくらい、じゃあもう完成間近ですね、だいぶ近くなってきた、頑張るぞ、ちょっと寝起きやし、いつもなんかへにょへにょで申し訳ない。よし、グラム数の計算
ほぼほぼこのセーターもね頑張って進めてるんで、またこっちの制作機の方もまた報告したいと思います。もうそろそろあれだね、もうちょっとで腕のところ行くから頑張って、うん、あのボディ部分編んでる、うん、頑張ろう、うん、楽しみにしててください。じゃあ、この辺にしたいと思います。ありがとうございました。またね。バイバーイ。